はい、それではただいま行われました第8戦、見事優勝となりました BMAX エンジニアリング関口雄飛選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。雨の中で大変だったと思うんですけども、どんなレースだったでしょうか。ですね、赤肌中断になっちゃうぐらいかなり激しい雨で、ストレートもまっすぐ走れなかったんですけど、そういう状況の中でかなりサバイバルレースになりました。自身もスピンを期してましたけども、リスタート後はもう危なげなかったんじゃないですか。リスタート後は結構だいぶ雨が止んで、その水たまりとかがなかったんで、そういう危険はなくて、でどんどん路面も乾いていったんで、そうですね、すごい楽でした。今日のレースはフルポイント、ファーステストとポールと、優勝ということだったんですけども、ここからまた追い上げを期待したいと思います。そうですね、まだまだ離れてるから、とりあえずまた明日、優勝して、ファーステストラップ取って、取りたいですね。明日も期待します。ありがとうございます。